私の名前はパニコ、会社員をしている31歳です。旦那のケンジと娘のパニミの3人で暮らしています。パニミと私は今あるアニメに絶賛ドハマり中。最初はパニミが好きでよくテレビで見てたんだけど、私も一緒に見てるうちにいつの間にか私もハマっていたのよね。今では大量のグッズやフィギュアを集めたり、パニミと一緒にイベントに参加することもあるの。最初はパニミのためにグッズを買っていたんだけど、今では自分のためでもあるかも。ついつい買いすぎちゃってケンジに怒られることもあったりして、まあ私も仕事をしているし、グッズなんかは自分のお小遣いで買うようにしています。ケンジもそれならいいよって言ってくれてるしね。しかし最近パニミは少し飽きてきたみたいなのよね。つい最近までテレビにかじりつくように見ていたのに、今では私の熱量の方が高いくらい。そんなパニミは小学校に入学したばかり。子供の成長って本当に早いわよね。この間まで保育園に入ったばっかりだと思っていたら、もう小学校に入学よ。本当にあっという間。私にも小学校のママ友が増えました。早速今日は入学式で仲良くなったママ友のあゆみさんとその息子さんであるあきとくんがうちに遊びに来るの。あゆみさんは入学式の時隣の席だったんだけど、すごく気さくに話してくれたのよね。あきとくんも明るい子みたいだし。パニミと準備をしながら二人を待っていると、家のインターホンが鳴りました。きっとあゆみさんとあきとくんだわ。いらっしゃい、お待ちして、お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。え、じゃ、はー、いい匂いする。そう言うとあきとくんは靴を脱ぎ散らかし、走ってリビングの方に向かっていきました。あ、ちょっとねえ、もしかしてピザじゃない？うちの子好きなのよね。そう言うとあゆみさんは靴を脱ぎ散らかしてうちに上がってきたの。嘘でしょ。普通人の家に上がるんだから靴くらい揃えるべきじゃん。それにあゆみさんは手ぶら、手土産を持ってこいってわけじゃないんだけど、人の家でご飯をご馳走になるんだから、せめてそれくらいはあってもいいんじゃないかな。私が二人の靴を揃えてリビングに戻ると、二人とも早速テーブルの上のピザを食べ始めていたんです。え、ちょっと早すぎない？しかもあきとくんはかなりがっついていて、テーブルや床にボロボロとこぼしているし、それを見てもあゆみさんは全く注意なし。さすがに私もパニミと顔を見合わせて苦笑いしてしまいました。仲良くなれそうと思っていたけど、ちょっと常識がない人たちかも。私もだけど、パニミもこの人たちとはちょっと無理かもね。食後は私とあゆみさんでコーヒーを飲み、あきとくんとパニミはゲームをして遊ぶことになったんだけど、正直早く帰ってほしいなと思っていました。このままなんとなく解散って流れに、思っていたらあきとくんが急にゲームに飽きたようで、かくれんぼしよう。あのね、勝手に入っちゃダメなお部屋とかもあるから。じゃあパニミちゃんが鬼ね。あのさ、私の話聞いて。俺隠れるから30数えたら探して。ちょっと。そう言うとアキトくんは走ってリビングを出て行ってしまいました。パニミは困ったような顔をしていたわ。正直私も勝手に人の家を走り回らないでほしいなとは思ったんですが、あゆみさんはそれでもなおアキトくんを止めることはなく、いいじゃん、楽しそう。じゃあパニミちゃん、鬼よろしくね。そう言って笑っているだけ。いや、ちょっと待って。ママいいわ、とりあえずすぐ見つけるようにするから。仕方ないのでパニミは数を数え始めました。でもね、なんか嫌な予感しかしない。すると案の定、パニミが15秒も数えないうちに、寝室の方からガチャーンというものすごい大きな音が聞こえてきました。まさか。私たちは慌てて音の鳴った寝室の方へ走っていきました。そして部屋の中を覗いてみると、タンスや机がひっくり返っていたのよ。嘘でしょ。どうやらあきとくんはタンスの上によじ登り隠れようとしていたようです。すると、
アキト、大丈夫？怪我ない？うん、大丈夫。ならよかったわ。もちろん怪我がなかったのはよかったけど、なんでタンスのこと謝らないのよ。めちゃくちゃになってるんですけど。アキト君、まゆみさんも全く悪びれる様子がありません。まあ、フィギュアの棚じゃなかっただけマシか。ひっくり返ったタンスの隣には私たちが集めているフィギュアやグッズが飾ってある棚があるからね。そっちじゃなかっただけ良かったと思うことにして、もう帰ってもらおう。私はそう決心しました。あとは私が片付けておくから、二人はリビング戻ってて。そう言って部屋から出るように促したんですが、あ、何この変なフィギュア、ウケる。そういうなり、アキト君は勝手にフィギュアを触り始めました。ちょっとやめて、これは大事なものなの。いいじゃない別に、ちょっとくらい見せてよ。いや、ダメダメ、絶対ダメ。もし壊されたりでもしたら大変だから、私は必死で強く止めました。しかし、そんな私の言葉を聞くはずもなく、上の方にあるフィギュアが見たかったのか、アキト君は棚をよじ登ろうとし始めたのよ。すると棚はアキト君の体重でぐらりと傾き始めました。慌てて私が手で止めたから、ひっくり返ることはなかったけど、フィギュアやグッズは全て雪崩のように落ちてきました。ああ！地面に落ちたフィギュアたちはほとんど壊れてしまい、バラバラになったわ。そう。でもね、唖然としている私たちを無視して、アキト君とアユミは大爆笑。あららららら、ああ、壊れちゃった、ごめんなさいね。子供がやったことだから許して。は？そう言ってまた二人とも全く悪びれる様子はなし。パニミは呆然、私も膝から崩れ落ちました。心よりも先にショックの方が大きかったわ。すると私たちが思った以上に落ち込んでいる様子を見て、あいつらこんなことを言ったの。え？たかがフィギュアじゃない、そんなに落ち込むこと？ねえ！私は思わず声を荒らげて怒鳴りつけてやりましたよ。たかがフィギュアでも、私とパニミにとっては本当に大切なものだったんです。あなたたち人のものを勝手に壊しておいて何様のつもり？ちょ、何よ、たかが人形くらいでそんなに怒っちゃって、カルシウム足りないんじゃないの？おばあさん、怒る年は増えるよ。あ、もうこんな時間だわ、そろそろ私たちは帰るね。そう言うと、あゆみさんとあきとくんは逃げるようにして帰っていきました。私もパニミも呆れて物が言えませんでした。その後パニミと二人で部屋を片付けたんですが、無事だったものはグッズの人形やクッションだけ。やっぱりフィギュアは全て壊れてしまっていました。限定のものもあったし、イベントでしか手に入らないものもあったのに。しばらく呆然としていると、旦那のケンジが帰ってきました。事情を説明すると、当然ながらケンジはかなり怒っていました。子供がやったことだからで許されないでしょう。これ相当高かったやつだよね、かなりの損害じゃない？そうだよ、私がこれまでどれだけお金を費やしてきたのかをケンジは知っているので、子供のやったことだけじゃ済まされないということも分かってくれました。そして夫婦で相談した上で、ちゃんと弁償してもらうということに。ちゃんと見積もり出して弁償してもらう。そうね、そうするわ。ケンジはかなり励ましてくれて、弁償に向けて積極的に動いてくれました。後日壊れたフィギュアたちの定価などを計算して見積もり書を作成、それを持ってあゆみさんの家に向かいました。あれ、パニコさんどうしたの？この間アキト君が壊したフィギュアの弁償代を払ってもらいたくて。は？弁償？ちょっと大げさ、子供がやったことでしょ、それなのに弁償とか。パニコさんってケチなのね。子供がやったことの責任は親が取るべきですよね。ちょっと何そんなにカリカリしてんの。たかがフィギュアくらいで文句言われても困っちゃうわ。子供じゃないんだから、それくらいまた買い直せばいいでしょ。買い直さなければならないのはあゆみさん、あなたです。はあ？あんたってめんどくさい人なのね。何よ、たかが人形くらいで。
はいはい、弁償すりゃいいんでしょ、弁償すりゃ。ったく、ごちゃごちゃうるさい女ね。じゃあこれ、見積もり書。見積もり書を渡そうとすると、ここで、あゆみさんの旦那さんの雄大さんが玄関に出てきました。どうしたの？なんかあった？なんでもない。ママ友なんだけど、来る日間違えちゃったみたいでね。ちょうど帰るところ。あ？そうよね、パニコさん。違います。弁償してもらいたいものがあってきました。やだ、しー！弁償？ちょっと、パニコさん、変なこと言わないでよね。雄大、なんでもないわよ。あゆみさんが会話を遮ろうとしてきたけど、私は雄大さんに事情をすべて伝えたわ。すると雄大さんは、おい、なんでそんな大事なことを黙っていたんだ。人のものを壊したなら弁償するのは当然だろ。だって壊したって言っても、アキトが遊んでてたまたま壊れちゃっただけで、それにただのフィギュアよ。物は関係ない。壊したなら弁償するのは当たり前だろ。本当に申し訳ありませんでした。弁償代は俺が責任持って払います。そうですか。ではこれ、見積もり書です。雄大さんは深々と頭を下げてそう言ってくれたので、私は見積もり書を渡しました。見積もり書を見た二人は金額の大きさに驚愕していたわ。80万？80万でも少なく見積もった方なのよ。タンスや棚だって傷ついていたし、本当はそれだって請求したいくらい。まあちょっと傷ついた程度だったから見積もりには入れなかったけどね。完全に壊れてしまったフィギュアたちだけの定価でも80万はしていたわ。ちょっと、何これ、ぼったくりよ。あんなフィギュアがこんな値段するわけない。桁間違えてるんじゃない？派生の間違いよね。いいえ、本当に80万です。そこまで言うならご自身で調べてみたらどうですか。品名もそこに細かく書いてますんで、調べればわかると思います。私が言い返すと、あゆみさんは言葉に詰まっていました。なんてことだ、本当に申し訳ありません。こんな高額なものを壊していたなんて、早急にお支払いしますね。ちょっと待ってよ、そんな、たかがフィギュアだし、それに子供がやったことなんだから。お前いい加減にしろ。子供だからって許されるわけないだろ。アキトも連れてきて、二人でちゃんと謝れ。雄大さんがそう言って怒鳴ると、さすがにあゆみさんもおとなしくなったわ。それからアキト君も玄関に出てきて、あゆみさんと二人で謝ってきました。まあふてくされてはいたけど、雄大さんのおかげで謝ってもらうこともできたわ。雄大さんは話の通じる人で本当に良かったです。支払ってくれると約束もしてくれたし、アキト君とあゆみさんのこともちゃんと叱るって言ってくれたわ。そして後日、雄大さんから弁償代が振り込まれました。これで買い直せるフィギュアは一通り買い直すことに。一方、あゆみさんの方はその後が大変なことになったらしいよ。まず、あの後雄大さんからかなりきつく説教されたようです。雄大さんは日頃出張が多い人らしく、あまり子育てには参加できていなかったんだとか。それであゆみさんに任せているうちに、あきとくんはわがままで自分勝手の子に育ってしまったよね。しかし急に出張の少ない部署に移動なんてできなかったので、今後は雄大さんの両親が住む実家に引っ越して一緒に住むことになったらしいわ。雄大さんの両親っていうのはかなり厳しい親のようでね、あゆみさんはずっと苦手意識があったみたいなの。今は教育の仕方から家事のやり方までかなり厳しく教えられているそうよ。おかげですっかりおとなしくなったあゆみさんなんだけど、どうやら今までに他のママ友にも迷惑をかけていたみたい。今回の私の件を聞きつけると、みんなこぞってあゆみさんに弁償代を請求したようでした。アキト君に家のものを壊されて泣く泣く諦めていた人たちがたくさんいたようね。さすがに弁償代が多くなりすぎて、あゆみさんもパートの仕事を始めたんだって。返し終わるまでパート2家事2と義実家でこき使われるみたいよ。アキト君は入学早々に引っ越すことになったけど、きっと彼の将来のためにもそれが良かったわよね。おかげで私たちは平和に過ごすことができています。ママ急いで、早くしないと映画始まっちゃう。
はいはい、ちょっと待ってね。今日は私たちがドハマりしているアニメの映画を見に行くの。今日は映画の特典グッズももらえるし、朝から二人とも気合入ってます。パパはお留守番よろしくね。はいはい、じゃあ行ってきます。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。